仮面を外してる時の自分とこの山である時の自分この理想の山を演じたいのに仮面して顔隠してまで出たくないなら出んなよ世間一般の山の像近しい人から見た山の像山はこういうこと言うんだろうなすごい本能的なこの自我暴走した末改めて自分を見つめてこう融合した時に本当の山って 山にとっての正解はあるんじゃないかな。それぞれに。あるようなないような。だからそれがね、難しい。世間一般の山の像。まあ近しい人から見た山の像。じ自分は、その山という。 アーティストをでたまにその本当の根っこにあるなんかちょっとドラッとした自我みたいなものが出てきた時にこれを山に反映していいのだろうかって迷う時がよくあるけどもちろんなんとなくこれが正解というか、まあ、き綺麗なんだろうな。 っっていううのはあたたりするる、し、こうしこらスマートなな山になれる見せれるとかはあるんですけどもっとなんか奥にある自分の自我とかドロドロしたものを反映していいんだろうかとか見せていいんだろうかっていうのはありますね。 自分自身がすごく、うん、嫌いだ嫌いな部分が多かった多い多い今もまああるけど特に多かったからその音楽と自分がリンクした時にその嫌いな部分自分の嫌いな部分が音楽の邪魔をする ってすごく思ってたので、だからこう言ってることが相反してるのはそれでもちろん歌ってるのも自分だしその音楽を作ったのも自分なんだけどその自分の嫌いな部分を許せなかったからその嫌いな部分が見えないようにしたかったんですよね。ただ なんだろうな、嫌いな部分は正直めちゃくちゃある今もずっとあるし周りの人が期待してくれるのはすごい嬉しかったし、まあ、ただ本当に出方がこう何も明かさずに「歌一本勝負で」みたいな形で出てしまういや今もまあそれは続いてますけどでもそれで最初出たもんだから。 そのスタイルだと人間性も出,さない出せないしこう音楽でしか評価して音楽で評価してもらわなきゃいけないから結構きつかったというかいやいやまだそこまで到達してないからと思って紹介のされ方もやっぱりなんだろうストイックなシンガーみたいな感じで紹介してもらってたから。 うんいやそ,そんなに期待しす,しすぎないいでっていうふうに思思っててううふに思それを求められてるならや崩さない方がいいんだろうなとか思ったりその人間性とかちょっと人間臭い部分あるいはその自分のちょっと蓋をしてきた自我みたいなのが垣間見えた時になんか「えこの人だったんだ」 いや待って、失望しましたみたいな、それがね、ショックなんでね <laughs>。ごめんって思うのと同時に、いやでも自分こういう人間だしなって思ってましたね。もともとこういう人間だし、そのどろっとした部分を見せてなかっただけで、 勝手に期待す、何、うん、だろう、勝手に理想というかまあ美化されて、勝手に <laughs>、えー、失望されてっていうのが、うん、なんかいろいろ葛藤がありましたよね、その時見せてない自分が悪いのか、最初から最初から自分はこういう人間ですって見せてないのが悪いのか、なって思ったり。 いや、ぶっちゃけ迷惑とは思わないけどあ迷惑とは思わないけどぶっちゃけなんだろう、うん、うるせえよって思ってましたね <laughs> うるせえよってそれは思いましたね。仮面して顔隠してまで出たくないなら出んなよみたいな。 <laughs> その通りその通りと思いながら傷つくむちゃくちゃ傷つく、ね、失望しました」って言葉が好きじゃない、まあ、まず歌を始めたきっかけが、まあ、周囲の人家族だったりに、えー、認められたい自分を認めたい 自分の存在を認められたいっていうところから始まってるのでっていうかまあ幼少期は答えなければ自分は認めそこに存在しちゃいけないっていうか必要とされてないような気がしてたので今もそのやっぱ幼少期でできた自分その人格というかは変えられすぐに変えられないので結構その。 周囲の信頼する人とかからの期待には応えたいしと思うしそのプレッシャーもあるし期待はしてほしいから期待しないで自分の歌に対して期待しないでねとは言いづらかったですねだって期待はしてほしいから <laughs> うん。 たただでも弱音は入ってたと思いますいやーでも自分はそんなそこまで行ってないんでとかいや自分にはちょっとまだできないですとかいうことはあったとしても期待しなないででとは言えなかったですねだからその根本が音楽をやる根本が誰かに憧れてじゃないから。 自分の存在を認めてもらうためでしだったからそのなんだろうな憧れるアーティスト、うん、がいなくて音楽自体は好きで、まあ、ただ深掘りしてるとかでもなくその曲単位で自分が好きな曲がいろいろこう。 広く浅く聴いてきてルーツもないからそうなんて言うんだろうルーツというルーツもないから難しいですよねなんかそあそこにコンプレックスもめちゃくちゃあるずっとあるかも今今もずっとあるかもなんかやっぱ周囲の人はちゃんとルーツがあって何年代の音楽を聴いてきてとかでも何も知らないですって言うと薄いやつだなって 思われんじゃないか,とかまあまたでもそう思われるんじゃないかでやっぱ気にしてますねだからそういうい時は黙ってますね <laughs> なんかたまにルーツとかないんだけどたまにその好きな楽曲音楽のそのんだろう原点みたいな曲聴かれた時にまあ、めちゃくちゃ大きなきっかけじゃないけど。 まあよくその,東京事変の透明人間が好きだって言ってて言たんですねでも理由をそんな深く言ってなくてまあ当時の自分と重なるからとかすごいぼやかしながら言っててでも実際はだからそのいじめられてた時の自分の透明具合というか誰も助けてくんないじゃんとかまあほに目立たないように。 毎日毎日目立たないよう、ね、に目立ったらなんかやられるからそうそのなんか息を潜めてる感じとかがすごい重なって好きだなと思ってたからでもこういうことを事細かに話すと相手に気遣わせるかなとかいろいろ思って話してなかったんですよね。 いろんな人とこう関わってたりなんかしてたりするとどんどんこう最初はその独占欲みたいなものを向けられてたんだけど自分は本当自由だったからいろいろな人と関わりたかったしその人のために自分を抑えて行動を制限されたくないと思ってたから。 自由にしてたら結局それがダメだったみたいでいじめられて結構それはでかかったかも最初のきっかけ大きな大きなきっかけまあそれまでは積み重ねだったけど大きなきっかけ最初の。でいじめられてなんか見えないところで自分の提出物破ったりするんですよ。 で、音楽に捨ててんの。でこう見たら完全にまあ自分の名前書いてあってで、そいつが破ってるの見てたからで、あいつが破ったんですよって言ったけどでも実際に先生は見てないからその主張はでも証拠がないからって言われて <laughs> マジかよと思ってこの。 この世界やべえなと思いましたね、その時。絶望怒りっつうか、絶望えマジかよと思って。<laughs> 最初の世界のその過酷さを知った時ですね。で、でも続いてて、で、どんどんエスカレートしていって、さすがに、こう、授業中だったかなとかに、ちょっと口論、ちょっと口答えしたんですよ、自分が。そしたら、 なんかなんかこう言われてソニッくしごたえしたらその日はちょっと言い返してやろうっていう気持ちが湧いてきて言い返したら多分向こうのその地雷というかちょっとヒートアップさせちゃって授業中にもうついにバーンっつって机ガーンって。 <laughs> なんか倒されてでもなんかこういうもうこういう状態ですよねもう机は倒れてるしなんかみんな「阿鼻叫喚みたいな感じで <laughs>「何やってんの?」みたいなざわーってなってそれでようやく信じてもらえ信じてというかようやく動いてもらって大人の人たちにそう自分が自分で言いすぎたため自分が自分で言いすぎたんですよその時はまあいいこと今と今なっては。 悪いいことでではないなって思えるんですけど当時はあそうか目立ってたしっていうかたまに鼻につくようなことも言ってたのかもしれないし相手が求めてることをちょっとはこう返してあげないとすごくその好意を抱いてその好意っていうものが嫉妬に変わってで、嫉妬から なんんか憎悪に変わっててされていくんだと思ってその時だから感情の怖さを知って、まあ、人と近くなりすぎる仲良くなりすぎるとこうひっくり返りやすい嫌いになりやすいんだなと思ってそのなんか,かん人の感情の怖さを知ったしでそれを助けてくれるかんなんだろうな。 助けて簡単にこう手を差し伸べてくれる社会じゃないんだなとも思ったしこの世界ってやべえなと思う過酷だなとその時思いましたねだから自分を通すってことはよくないかもみたいな迷惑がかかるんだと思ったんですね周りにで自分を通すこと迷惑がかかる 自分を表現することはとても恥ずかしいことなのかもしれないと思って自分に期待したいのに毎回できなくて自分にがっかりしてそれが辛かったしうんでも音楽はやりたい続けたいこれを後悔したことはないしその続けたいんだけど